ギャンブルに負け続けている方に情報。パチンコ、パチスロ、競馬などギャンブルで破産する前に手堅く収入を増やす方法を知りたい方は他にいませんか？その具体的な方法を期間限定で無料公開中。韓国で売春の合法化を求める女性らおよそ700人が集まり集会を開きました。売春禁止法を廃止しろ廃止しろ廃止しろ。2004年に売春禁止法が施行された韓国ですが、売春は後を絶たず、どど摘発が行われています。捕まった女性や客、斡旋業者は通常は罰金刑ですが、繰り返せば懲役刑になることもあります。これに対し女性らは、売春禁止は憲法の定める職業選択の自由に反すると主張しています。売春は食べて生きていくための職業なのです。今から新しい仕事を探すのは難しいです。こうした集会は4年前にも開かれましたが、今回は憲法裁判所が彼女らの主張を取り上げ、売春禁止外見かどうか年内に判断することになりました。売春は職業なのか。彼女たちの訴えが認められる可能性は低いと見られますが、何より売春をやめても生活できる環境づくりが求められています。